そういやあれだ、ザナルカンドには魔物はいるのか？あまりいない。たまに出ると大事件だな。あ、ザナルカンドのことなんて信じてないくせにさ。考えたんだけどよ、真にやられた人間は死ぬんじゃなくて、真の魔力で千年前だか後だかの世界に運ばれるのかなって。で、ある日突然ひょっこり帰ってきたりしてさ。いつもながら感心するわね。ん？自分を騙す方法を次から次へと考えつくから感心するって言ったの。シンはチャップをどこにも運ばなかった。彼を押しつぶしてジョゼの海岸に置き去りにした。あんたの弟は二度と帰ってこない。それからね、これも言っておくわ。あんたがどんなに望んでも誰もチャップの代わりにはなれない。ジェクト様の代わりもどこにもいないし、もちろんブラスカ様の代わりだってどこにもいない。そんな考え方、悲しくなるだけよ。俺だって弟の代わりなんてできねえんだよ。まあいろいろあってな、気にすんな。ワッカとルールーとチャップってやつの間に、そう、俺の知らない複雑な事情があったんだなって、それくらいは分かった。でもそういう話題は苦手だった。もうパーティーの雰囲気がだいぶギスギスしてますけどね。居心地悪く感じるんじゃないか、ティーダも。まあなんやかんやありましたけど、ようやくキーリカ寺院に来ることができましたね。ダットたちも祈ってる。ブリッツオンバトルもできるなんて本当器用だな、あんたってさ。それは主人公ですから。モハランド様ゆかりの地。レティは、そこら中が燃えてるだろう。あ、そうだよね。大召喚士、オハランド様の時代だから消えたことがない日なんだってさ。ずーっと燃え続けてる。それはすごい。こんにちは。シンが来ないようによく祈っておかんと。街がもう、ボロボロにされたばっかりですからね。ここに来たら有名人に会えるって聞いたんだけど、一体どこにいるのかしら。目の前におるじゃん。ザナルカンド・エイブスのエースやぞ。今はビサイド・オーラカで頑張っておりますけども。全く気づかれていない。悲しいな。お前たちもオハランド様に必勝祈願か。祈願だ？我らルカゴアーズは上昇だ。祈願など必要ない。じゃあなんでここにいる？もっと強いチームが現れるように祈ったのさ。お前んとこは今回も目標は精一杯頑張るってやつか。そんなチンケな心構えじゃ今年も初戦敗退確実だな。今回は優勝狙いだ。狙え狙え、狙うだけなら誰でもできる。決勝で会おうぜ。あいつらにだけは勝つぞ。知ってるチームなの？人を見下してバカにして、あの態度が俺の親父みたいだ。ジェクトさん、優しくて楽しい人だったよ。それは別人っす。いなくなって10年、それなのに親父のことを考えると俺の気持ちはざわざわした。ルカゴワーズとかいうなんかいけすかないチーム、すごいフラグを立てていたように聞こえましたけどね。上昇か。じゃあその上昇記録もここまでやな。ゴワーズの連中で強そうだけど感じが悪いよな。ほら言われてるぞあいつら。普段の態度が大事なんやって。持ちの部屋は、こんにちは。キーリカのチームに優勝してもらって、真に痛めつけられ た島の民を励ましてほしいものだ。そう言われるとなんかちょっと任しに行くのが申し訳なく感じちゃうけどな。大会でまあ、当たることもあるでしょうからね。キーリカ寺院は炎の寺院、試練の間にも猛烈な炎が渦巻いておる。
入る資格のない者が掟を破って立ち入れば命を落とすかもしれん。それは怖い。すでに一回破っちゃってますからね。焼かれちゃう。こっち側のお部屋はもうちびっこが、かわいいもんですよね、こういうちびっこって。立派な総監様になるにはいっぱい勉強しなきゃダメなんだって。海に遊びに行きたいよ。まあ遊びたい盛りでしょうからね、こんだけちっちゃいと。教えの勉強大好きだよ。たくさん勉強すると総監様はおやつをくれるんだ。おやつ、おやつ目当て。いろんなまあ暮らし方があるんやな。若早速祈ってる。他のなんていうか参拝客は、あ、いたいた。トーナメント優勝したらこのポーズを決めるわけだ。キーリカのチームの選手さんですかね。勝った時のポーズ万歳。まあいい戦いぶりを見せてあげたいですけどね。セーブはいいや。決まりはなんか喋ってくんない。首を横に振るだけ。寂しいな。オハランド様、何とぞお力を。相当真剣に祈ってるんで、ここはちょっと合わせておきましょうか。まあティーダだって大会に出て頑張らなきゃいけないわけですからね。よろしくお願いします。あなたも召喚師？リサイド島より参りました、ユーナと申します。どなよ、あなたが大召喚師ブラスカ様の娘ね。血統書付きの召喚師様でしょう。あら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 、この人たち全員あなたのガード？ゾロゾロとみっともないわね。ブラスカ様のガードは二人きりだったはずよ。ガードは量より質、数に頼るなんて浅はかね。だから私のガードは一人だけね、バルテロ。ガードの人数は信頼できる人の数と同じです。自分の命を預けても安心だと思える人の数です。だから私にはこんなにガードがいてくれて幸せです。ええ、父よりも幸せだと思っています。もちろんあなたの考え方だって間違いではないと思います。だからドナ先輩、私たちのことは放っておいてください。勝手にしなさいよ。行きましょう、バルテロ。ガードとは召喚師が命を預けても安心だと思える人。俺そういう人になれたのかな。何笑ってんだよ。ああやってまあしっかり言い返せるあたり、ユーナもしっかりした子だよな。芯が強いというか。オハランド様、何とぞお力を。わかわかでずっと祈ってる。まあそれだけ、真剣なんでしょうけどね。これは俺もふざけていられない。とりあえず試練を受けてな。召喚獣呼べるようにならなきゃ。祈り子様はこの下にいらっしゃる。さあ行こうぜ。祈り子、その前に試練の間よ。準備はいいわね、決まり。ワッカ、よろしくお願いします。お、あ、どうして。ガードじゃないから。なるべく早く戻るから待っててね。また一日かかったりするんじゃないの。決まりが通してくれなかった。ティーダは通さない。留守番って言われても、こんな何もないところで待てって言われてもな。それこそ本当にな、以前は一日かかってやっと帰ってきたレベルでしたから。どうやって時間を潰したものか。退屈やの。
ユーナは？あなたは何をしているわけ？ガードじゃないからな、俺。入っちゃダメなんだろ？ガードじゃないんだ。なんだよ！あ、話せっつーの！うい、いや、何すんだよ！仕返し。は？これ、きっとまずいっす。こういう施設を何だろう。なんで動いてくんないかな。個人的な仕返しに使っていいもんなのか。ますますもうなんか腹の立つ二人組だな。戻れないし。また起きて破っちゃう。やばいやばい。先へ進むかここ出ますか。一応まあ待つこともできますけどね。起きて破ったらいけないっては言われてますし。まあでも戻りようがないので、行っちゃうか。ガード以外は立ち入り禁止なんだよな。ここまで来ちゃったら同じか。もうあの毒を食らわばサラマデ精神で挑もうね。というわけでまた試練の間、一人で切り抜けないといけない。炎の仕掛けがあるんですね。正面はくぼみがある。スフィアはまあこの燃えてるやつがありますけど、触って大丈夫。てい、熱くなかった。セットすると火が出る仕掛けみたいなんですよね。よいしょ。導火線から火がつく。扉が燃えたのはいいけど、このまんまだと通れないので、はめたスフィアを外せば火が消える。台座、これは押したりはできないやつですよね。でこっちに押せるタイプの台座があると。クオインスフィアセットできそうだ。はい、よいしょ。壁に印が現れた。まだなんか印をどうこうするっていうことはできないんですね。ちょっとこの辺にはめといて、印に触れることはできますかね。ピタッと。お、開いた。奥の方まで行けるみたいなんですけど、この炎、ユーナたちはもう越えていってしまったのか。ルルーさんがなんかウォーターを使って、無理やり沈めたりとかしてるのかもしれんけどね。ここにもスフィアがある。線が消えただけですね。どうしたもんか。こっち側にもくぼみにセットできるけど、キーリカのスフィアをはめたところで特になんか起きるってわけではないんですね。でちょっとこの台座を置くまで持ってきますか。あっせあっせ。すごいなんかもう地味に押してくね。ガガガーっと、まあ、ジーンのなんというか備品みたいなもんだから、手荒に扱ったらそれこそ、起きて破りプラスアルファで怒られてしまいかねん。右の方にちょっと光ってるところがあるんで、そこまで台座を運んでみましょうか。スフィアがはまってるんですよね、これ。ちょっとスフィアを外しとく。スフィア外した状態でも、押せますよね。台座セット、まあでも何もなんていうか反応はないですね。風のスフィアをはめると送られていた火が消えるんですね。こりゃいいや。そしてここにあるのは歯のスフィア。カチッと歯のスフィアをどっかにはめればお宝がね回収できるみたいなんですけども、台座をどうにかして起動させてみたいですよね。あそこまで持ってったらなんかぴったりはまったっていうことは
何かがあるに違いない。手前の部屋にはめといたキーリカのスフィアを持ってこうか。これなら何か変化があるかな。よいしょ、沈んだ。床が沈んで隠れていたもう一個のスフィアが見つかりましたね。ちょっと外してみる。よいしょ、さっきまでスフィアがはまっていた穴に何か別のスフィアをさめれば珍しいものが見つかるかもしれんと。あのスフィアをあそこにはめるのが良さそうですけどね。これでいいか。よっしゃ。で、台座が沈んだここの壁に瀬戸どよ。壁が砕けた。しっかりユーナたちもこういうのを探しとこうぜ。エンジンのコテでいいのかな。コテってことはこれは決まりの防具だっけ。まあちょっと後で決まりに持たせてあげればいいか。奥の扉もスフィアがないと開かないやつみたいなんで。じゃない、ちょっとこっち側からまたスフィア持っていこう。着火用スフィア、毎回こう召喚士が来るたんびにジンの皆さんが焼けてしまった扉を直したりするんやろうか。大変やな。扉を燃やす、そして火を消す。で通れるか。終わり。やったぜ。喜んでばっかりもいられませんけどね。起きて破っちゃってるわけですから怒られることは覚悟しとこう。おいおいおい、ドナド筋肉男が無理やりさ。理由はどうあれ罰を受けるのは言うなよ。罰ってどんな。寺院立ち入り禁止はあり得る。これはまずい。俺は悪くない、悪くないんだけど、どうすればいいんですか。ドナ先輩をチクってやればいいんじゃないのか。静かにしていろ。あ、はい、すいません。この中何があるんだ。祈り子様がいらっしゃる。ああ、それそれ、さっきも言ってたよな。神を倒すために進んで命を捧げた人たちをエボンの技で生きながらにして魂を肉体から取り出されて、あ、祈り子像に封じられて永遠の時を生きる。祈り子様の魂は召喚師の祈りに招かれて姿を現す。それが召喚獣よ。この部屋の中に ユナは中で何をしてるんだ。必死に祈ってるんだ。神を倒す力を貸してくれってな。そういうマンというか深い設定があるんですよね。本当今までのファイナルファンタジーって召喚獣って言えば、呼べば応える強いやつみたいな感じだったんですけど、決まりはずっとここで痛い。すごいなんか小突いてくるよね決まり。肩パンされる決まりガード。冷たいな。ここから先は召喚師だけの聖なる場所よ。ガードも入っちゃダメなのか。起きてだ。ああ、起きてならしょうがないね。まあどっちにしてもここまで来たけど、やっぱりやることは時間潰ししかない。どうしようかな。帰ってきた。ちょっとふらついてるけど大丈夫なんですかね。暑いもんねここ。あの時みんなには黙っていたことがあるんだ。あそこで聞こえていた歌は子供の頃から知っている歌だった。ザナルカンドとスピラがどこかでつながっている証拠、そう思った。それに気づいたからなのかな。帰りたい気持ちが急に強くなってさ、胸が詰まったみたいで。
何にも言えなくなった。というわけでリフリート、ね、バルファーレン続いて召喚できるようになりましたね。リフリート炎の召喚獣、ふざけた名前にもできそうですけどね。まあリフリートのままでいいや。なんていうかこの歌の BGM ね、 BGM として流れてるんじゃなくてちゃんとあのティーダたちの耳にも届いているんですね。ザナルカンドでも聞いたことのある歌らしいんですけども、出待ちされてた。どんな先輩とかと比べるとやっぱ言うなもな、人当たりはいいし可愛いし人気者、やっぱりこうでなくっちゃ。抑えていたはずのザナルカンドへの気持ち、膨らんで弾けた。顔がカーッと熱くなってさ。大丈夫？大丈夫じゃないかも。どうしたい？叫びたいかも。あ！叫びたくなる時だってまああるでしょうからね。叫べば叫ぶほど強くなる主人公だって歴代ファイナルファンタジーの主人公にはいたぞ。ブレイブめっちゃ上がったりとかね。ティーダもいつか帰れる時が来るといいんですけども、また敵に絡まれる。この森ほんとこういう組み合わせ多いな。キマリが石になっちゃった。そんな時はエスナや。浄化の光、異常回復。噛まれて石化するトカゲって怖すぎやろこの森。とりあえずどうしようかな。ルールーは集中使ってみましょうか。覚えたての全員の魔力と魔法防御アップ。まあルールーム系ですよね。リューナが使うキアールの回復量とかも増えるんやったかな。龍剣とかはまあ特に何か据えたりするわけでもなく。お、リューナは石化しなかった。よっしゃ、とりあえず蜂を落としまして、素早いトカゲはティーダに任せようね。ザクッと安定してオーバーキル出せるようになればアイテム集めとかもはかどりそうですけどね。お金もちょこちょこ溜まってはいるのか。でもなんかね、不足してるわけでもないし、いや貯めれるうちはお金貯めときましょうね。よく叫ぶな本当。これで終わり。弱点つける人っていうのはやっぱ積極的に育てるべきなのかな。ええ、ちょっともう一回ここでセーブしますか。そういえば試練の間で遠心のコテっていうのを拾いましたよね。今キマリが装備している対人のコテが HP プラス 5% なんですけど、さっき拾ったやつは炎、氷、雷、半減。いいですね。 HP はちょっと減っちゃいますけども、耐性が優れてるんでキマリ持たしといてあげようか。よかったね、決まり。キリカに戻ってまいりました。どうなって召喚様が通ったぞ。連絡船乗るらしいな。あいつ同じ船か。嫌だな。おじいちゃんは何を。チームは人間に下されたバス。わしらにはどうしようもねえ。お任せするしかねえ。やるせないよな、でも。理不尽にいきなり街を壊されたりして。ここのとこだけ修理した俺たちも旅館出発だ。あ、キーリカのチームの方々もね。
乗船して大丈夫かな。買い物とかは多分大丈夫でしょう。行こうぜ。さて次はいよいよルカだぜ。着いたらすぐに試合が始まる。船の中でゆっくり休んでおけよ。